第14期麻雀グランプリマックス決勝戦初日、実況の鳥谷幸則です。解説は勝俣健二プロ、そして三浦智弘プロです。引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。それでは2回戦対局の準備が整っているようです。第14期麻雀グランプリマックス決勝戦2回戦投牌の開始です。立ち合いに今野慎太郎の合図で対局が開始されました。さあ、2回戦ちいちゃから近藤、なんちゃ佐々木久人、シャーチャ広柴田、デーチャ中田かなの並びです。トン1局ドラは初ドラトイツ、ドラトイツのハイパイです。近藤さん、これはもう大チャンスとして、これは上がりたい。1回戦目しかもね、一人進みの近藤さんちいちゃスタートしてこのハイパイなんで、はい、もうやる気満々ですよね。いや、そうですね、これを頼む、これやらせてくれと上がらせてくれと決勝でこんなの逃してたら、はい、もうやってらんねえよみたいな。おー、しかもパーマンですって。パーマンとかじゃないんですね。パーマンからなんですね。切れないです、パーマンは。パーマン、なぜパーマンなんでしょうか。まあ、チュン重なりの 5% よしってことですね。うん、チュンドラドラになるのもありだよというパーマン、うん、でもね、はい、いいですよ。なんか、はい、やっぱパーマンにチーマン引いたら痛いんだけど、はい、しっかりパーマン切りにもメリットあって、この後チュン手出しすることによって、はい、相手目線ドラドラの率がだいぶ下がるから、うん、未来にリーチ行った時に押してきてもらいやすくなるとか、はい、そんな効果があるわけですね。あるわけですね、この自敗の出の順番。だってこれでチュン手出しされてドラドラとはなかなか思えない。ドラドラなら先に切るっていう、まあ後重なりは考えるけど、はい、ハイパイドラ統一とはなかなか思えないから、ね、相手の読みを外すっていう意味では、はい、効果あり。できないです勇気がないです。勇気がないという、僕は結構好き、あ、はず、読みを外しに行くのは結構好きだから、はい、いやー、頭脳ゲームの麻雀ですか。まあ、しかもね、柴田さんみたいなこう読むタイプ相手にはね、はい、非常に効果的ということに、いい、やってみたい気もするけど、でも久保さんにね、形で押し切られたら、はい、その一手が命取りになるケースもあるし、はい、難しいですけどね。さあ、近藤がイーシャンテンになりました。ハツがまだ山に2枚あります。あんこのパターンがある。1回戦4着の近藤はこのチャンスはものにしたい。ん、想図は三面ちゃんの形になりますが、リャンマン、リャンウーマンが4枚見え、佐々木さとイーシャンテン、ピンフのイーシャンテン、さあ近藤の気持ちになると息が止まってしまう。ん、ローマン、まあ、リャンウーマンがね4枚見えで弱いからって、これは3万切り、あ、差し子もあるか、わずかに。うわ、両天秤だって、差し子と仕頃、ほんとっすね。なんか3万並べちゃうと両面落としが強く見えるのが嫌とかもあるんですかね。あるかもしれない。それはちょっと警戒されたくないですよね。ただダブトンは、いや、でもこれす合わせ打ちか、そうか、老朽さがね、ちょっと場に飛んでて、まあフォローできるならしたいところではありますもんね。うん、なんか親からダブトン切ってますね。効率通りに打った方が相手は読みやすいんですよ。はい、すごくで、はい、効率を外せば外すほど読みを外せるんですよ。だけど効率的に打たなければ打たないほど、その上がりを逃すリスクは増していくんですよ、はい、さあ、どこでそのバランス難しい話です、ね、取るっていうのが、ね、はいはい、打ち手が考える部分なんだけど、はい、わ、単品三色見た、天敗取らず、天敗取らずのダーキューソーです。近藤さんは相当、はい、積も上がりの確率は下がるけど、はい、相手がね、間違ってくれて、はい、4上がりする確率の方を取った方が得なんじゃないかっていう考えですよね。で、三浦君が切れないですって言ったのは、積も上がりを逃すリスクの方が高いという判断。うん、でもね、実際どっちが得なのかは、ね、僕ら人間ごときには分からない計算できないんですよ。神の溝知るというところでしょうか。うん、なん感覚こっちだろうなっていうのはあるんですけどね。はい、広柴田も打点のあるイーシャンテン、中田は初を持ってきてしまったと言っていいでしょうか。ドラの初はあと1枚、近藤イーシャンテン、三色は差し子に決めています。捨て牌は3段目です。天牌はまだ入らない。中田さん以外がイーシャンテン、いやー、そうですね、中田が初、
重ねました。近藤の初は3枚揃うことはこれでなくなりました。ただただ差し子がある。これはさすがにリーチの9層が3枚切れてて、闇天、闇天3層1枚入れ、9層1枚のロー上がりできなくなるけど3層捉えられ、これ玉天で3層捉えたらしびれちゃうな打った人。3層1山9層もいますね。さあ数万の地位が入りました。形式転敗です。どうなる。さあ近藤の闇点が待ち構えています。3層を捉えたい。久里さん止まるか。久里さんは止まるね。いい層とか打てるから切ることなさそうですよね、うん、柴田さんは危ない。中田さんも定的に止まるかな。少なくともなんか久田さんがドランコを否定できなさそうなんで、そこにも当たりそうな三郎層は中田さんはやめそうですよね、うんうん、この形からは。さあ数層で少し困ったぞ。下ちゃんの佐々木久人、まあ、数層はノーチャンスだから関数層とかね警戒ですね。これはさあ経典の三郎層です。佐々木久人いるのか。相手は柴田さん。相手はそうですね、シャーチャー柴田に変わっています。佐々木さんと数万の地位を入れています。広柴田がテンパれず、この形ですよ、まあまあ、一回テンパ外してるんですね。二刺しを見ての急走打ちがありました。流局です。親の近藤、そしてなんちゃ佐々木さんと2人テンパイで流局。これリーチしないんだという感想を狙っていました。今のは闇天の人も多そうですね、うん、はい、闇天の方が多いですかね。確かに6、4ぐらいかも、はい、7、3かもしれないぐらい。さあ連チャンとなりました。トーン一曲一本場です。ドラはウソ。ハイパイから考えたらちょっと先輩の1500点じゃ物足りない結果ではありますね、うん、上がりが欲しかったところですね。まあ、さあちょっと上がりのルートは難しすぎましたかね、はいはい、なかなかなさそう。サブロー9層がね払われることないですもんね、うん、サブロー9層なったなんかあんなに打たれてるのはちょっと残念でしたが、うん、柴田はピンズ多め、中田はチャンスで、あーこちら上がりは見込めそう、トーン動いていくか。近藤さんもドラメンツ完成。はい、久里さんドラドラ、これはぶつかりそうな。そうですね、はい、手格好となりました。柴田さんが何点で妥協するか、はい、妥協せずに狙いに行くのかっていうのがポイントですね、うん、この曲の、はい、なんか他のターツ今両面できてなかったら結構陳逸メイン、ここでね、うん、リアンス3層切ってもおかしくないですよね、うん、チートいつもあるし、はい、さあピンズに決めました。さあどこを泣いていくかですけど、はい、スーピンチーピンはうん、チーピン嫌だな、キューピンポンから3ブロック、3ブロックのコースあるから、はい、スーピンは泣きたい、イーピンはポンしやすい、ただね、はい、ローピンは、あ、ローピンこっちか、ごめんなさい、中田トン動いて、目まぐるしい、そして近藤が貫ローピンの地、あっという間に3人が動いていきました。ただね、柴田さんのでね、1個泣いた後の2風呂目のしにくささとかもあるから泣くポイントは難しいですよね。さあどうなるでしょうか。みんないいシャン、あ、広柴田以外が今いいシャンテン仕掛けている3名、ただピンズがね全員まだピンズを必要としているから、はい、ピンズのターツがそれぞれあって完成していません、うん、ピンズの奪い合いになってますけど、はい、そしてピンズの広柴田、ピンズが今高騰してるんですね、この場は、うんうん、いやー久さんはチュンバックが推理されないようにね、はい、ローマンの方切った分、はい、ポンテン取られちゃったけど、はい、あ、そしてまた仕掛けが入る、これはチュンとウーソーのテンパイですが、チュンの後付け、柴田さん以外はチュン止まんないね、チュンは山に2枚、中田さんも入り方によっては3枚出ちゃいますね、はい、中田はトーンを仕掛けています。ツモ上がり、タンヤをドラ1、1000オールの一本場、1100オールとなります。いやでもちょっとペース変えてきたんじゃないですか、クイタンで、まあ、そうですね、近藤動いて1回戦目のね、はい、
感じとはちょっと違う攻め方、組み立て方ですよね。さあ今度は上がって連チャンです。トン1局2本場、今度はこれが初上がりとなります。ドラはリャンマン。さあ今中田が手が当たって牌が1枚こぼれたようです。立会人の指示で直すようにという。うわー、ためにつわり、うん、まずまずいい牌上がるだけなら簡単そう。はい、さあ白統一佐々木、広柴田はなかなかいいペコがある、ドラもある。中田はわー、いい、みんないいじゃない、うん、また久里さんの手だってね、なかなかだけど久里さんの手が一番見劣りしちゃうぐらいの。はい、さあピンズは2面つ完成しました。柴田手なりで高打点狙えますもんね。手なりで高打点、嬉しい響きですね手なりで高打点。近藤さんはねちょっと工夫したくなるかもしれないですけど、まあ、でもこれで、ね、うん、チュンポンで、はい、しょうがない。いつ出るか、久里から出そうです。チュンシャーチャだけど、うん、できればタイヤが良かったけど、これでも嬉しいですね。この後に差し変化だったり、うん、イーペイコー変化してもらいます、ね、はい、両面固定です。二差し変化のある三層、いやー、久さんの初と中の切り順でね、上がる人変わるかもしれない感じになってきた。あの中が、うわー、うわー、来た。これはね、久さんが初から切るか中から切るかどっち。両層八山っすね。両層八山、なんか八山って珍しいですね。両面八山です。どっちでもよかったのにね。これは近藤さんはチュンチュンなイメージですけど、近藤は親番なんで強く3ピン行くでしょ、うん、そうですね。うわ、これは上がり番変わったな。両層どうだ。チュンから行ってたら絶対近藤さんがしたもんね。もうどっちで上がるかみたいな感じですもんね。さあ5巡目リーチですが、八山だった両運送が6に今なっています。両運送の方が多い、うん、でもね、僕9空振ったことあるからまだ油断できない。これぐらいじゃ、ね、全然油断できない9を空振る、これもなかなかレアな体験ですが。9空振った時は流局だったんですか、うん、あの1の人に、当時リャンシャンテの人に空振りました。爪のつまがりさあリーチツモドラ1日本場で1200-2200のツモ上がりです。人格は相当ないですね。なんかリーシャンテンな人がワンプッシュで上がられたとかはありえそうですけど、うん、リアンシャンテンの法律に追いつかれてラストハイのカンチャンつかむ。悲しい、気は聞くほど悲しい話ですね今期も8も、はい、向上して1の何単期も上がし、9山上がれず8山上がれずという話、ありがとうございます。さあトン2局です。佐々木久人の親番ドラウーソー、トンにたくさん打っているからそういう事件に巡り合うわけですから。確かに、まあ、逆もありますからね、上がってることはそうですね、自分が1の時に山1ビシッと積もることもありますから、うん、柴田さんがドラがあって形がまずまず、うん、はい、中田さんも同じくドラメンツ完成してて、近藤さん結構国士とか見ながらだと思ったんですけど、メンツできましたね。ちゃんとメインになりそうですね。いや、なんかみんな手が戦える手になってますね。そういう魔法でもかけてきたんじゃないかと思うぐらいみんな戦える手格好になっています。すごいですね、あんな悪かったのにもうちゃんと三色のリャンシャン点ですもんね。三巡で高打点が久里さんも形も悪いしドラなしで、はい、いいシャンテンまで、ね、普通に進めるのもちょっとためらうような感じだったんですけど、はいはい、ためらず進んだところをいいシャンテンという、うん、これも悪くないですね。さあチャンタに向かっていきます。さあ久里さんちょっと工夫できそうになってきましたね。タイヤをイーペイコーだったりピンフイーペイコーだったりの変化も若干見えてきて、はい、なんかリーの無意じゃもったいないかもなって思うぐらいの形と順目でもありますね、うん。
どのくらい狙ってくるか。これでドラ受け、思い切って E ピン切る手とかもありそうですね。さあ思い切って E ピン、一旦ウーマン切っておいても別に、はい、両冠と、はい、E ペイコー変化だったり単位変化は残るんですけど、はい、うん、ウーマン下に伸びた変化とかも逃さないようにと。さあこれで1通も若干、はい、出てきましたね。これめちゃくちゃ嬉しい、最高ですね。嬉しいやつ、嬉しいやつ、両面両冠。嘘どこだ、嘘、嘘山に2枚、ただ小さでも十分なんで、うん、はい、中田イーシャンテン、久保さん親番か。中田は入るか、これチーソーから入れたいが、ここでペンチーソー払っていく、ドラをもう一枚使ってやろうかというパーソー打ち。久保さんのチーテンのタイミングも、うわあ嬉しいところが入ったぞ。リャンウーピンのリーチ、リーチタニアを高め、久保さんのハイパイが一番嫌だったけどね。ペナルティはどうしようみたいな話してたのが、これ4山っすね。リャンピン1枚、ウーピン3枚、まあ、ウーピンでもドラの方を引いてくれたならウーピンで十分だし、いやそうですね。近藤さんが E マンとか3万引いたらリャンピン危ないですね。うん、近藤の手の左端がぽつりとピンズ1枚、それがリャンピンなんです。リャンピンにくっついたら筋のリャンマン切ってテンパイ取れるんですけど、リャンと、ああ、ハンサム。まあ、一旦リャンマン切って取り玉で。テンパイ、はい、取って闇天、ハンサムピン、役はありません。山に1枚。まあでもこういうのも積もることあるからね。そうですね。一山がリーチに勝っちゃうパターンもあります。これは通る。やっぱ減ってないですよね。4ピン1枚、そうですね、ピン3枚、まだ4山、4対1。4対1、勝つのは大体4なのですが、しかも近藤さんはね、出上がりできない上に結構危険牌大体降りちゃうような手牌なんで、うん、はい、どこまでこの天牌維持できるかというのも、相当できないと思いますけど、ね、そうですね、相当できないというのが、まあ、でもピンズ以外は無筋、これなら、これは数ピン打ちになるか、これだね、でも、リャンハンつきました。リーチ打つかな、リーチかどうかの、まあ、打点的にはリーチ行きたいけど、はい。はい、ペン3ピン、いや今度はもうウーピン危ないです。シャンタがついて、これはウーピン止める理由がないか。いやでもこれね、結構無筋が少ないんですよ。はい、シャンタに変わった近藤です。ペン3ピン、変わらず3ピンは山に1枚、リャンウーピン、リャンウーピンの下対ペン3ピンの近藤、二人の戦いになりそうです。手牌は三段目。マンズは、まあ、これは やめたい牌の一つ。嫌な牌が来た。親リーチに向かうペン三ピン。ここで撤退になるでしょうか。やめておかしくない。というか、E ピン切って粘るか。粘りつつも、ちょっと打ちたい数万ではない。でもドラがね、3枚見えてるから、はい、じゃあ当たって何点なんだと。だとしたら打つということですか。の可能性も秘めている。あ、打っていく、うん、ドラ3枚見えてるのが大きかったような。うわ、3ピンの勝ち。1枚いましたね。さあチャンタ、いやでもこれは数万打った功績だよね、はい、いやー数万お見事、数万打った功績でもあるし、はい、しっかりと降りてる時にドラを合わせて、はい、こういうね、近藤さんみたいな人を下ろさなかった柴田さんと中田さんも良かったし、さあ親リーチ、山一のペンちゃんで買いくぐりました近藤、パタリといったところ。多分ドラ一切れだったら打たなかった気するんだよな。いやなんかそのバランス的に闇天にする人は結構折りメインで考えそうで、はい、特に危険ないい数はやめる人多そうだなとは思いましたよね。だから近藤さんむしろそういうバランスかなと思ったんですけど、この一杯は行くというあの判断、いやでも柴田さんと中津さんにとっても嬉しいもんね、今の横移動は。めちゃくちゃ嬉しいですね。さあトン3局になっています。差しがすごいですよ。おっと中田がチャンス、親は広柴田、8枚完成。いやでもみんな悪くないですね今回も。そうですね、ずっとなんかこの戦える感じの状況になっています。テンパイ
一旦ここは完治層の手、まあでも二刺しには一手ではなれないから、運送引きからの単品一平行の方がメインですね。だったりドラマリを引いてきて一旦パーソ切るとかもありそうですよね、打点一本でいくと、うん、ただ中田さんどうするか、これは外したいかな、はい、三巡目天敗が入っています、まあ、パーソ打って、ああ天敗は続行、なるほど、地層は2枚あります。まあ、打点を作るのは親番だって感じですか、うん、上がってリズム作ってそういったパターンなのでしょうか。あと柴田さんの親番っていうのは考えてるかもしれないですけどね、うんうん、ここの今ね、うん、1回攻めトップの柴田さんで浮いてる状況の親番、はい、ここでなんかぬるい手を打って連チャンされちゃうのはなんか最終的に決勝戦優勝を争う上ではなんか良くないんじゃないかっていうのもあるかもしれないですけど、うん、さあ柴田はいいシャンテンに込みつけました。3巡目だと、4巡目だと外したいですけどね、うん、後継にしたいですか。後継というより打点ですね、うん、5人にしたいです、はい、今ドラのローマンが打たれたところはそうですね、使って打点を上げたい、単品ドラ1、そうかパーマン切ってたのも大きいか、うん、G マン引きのメリットが薄いとなればで簡易になっても相当上がれなさそうで、はい、うん、確かに上がりまで考えたら結構な差はありそうですね、うん、まあ、実はウーマンここでねもう ありませんが、うん、で一応このダマ点にしといてもね、はい、高くなるルートはわずかに、まあウーソー引きとウーソー引いてパーソー切った後に3色変化とか、パーソー引いてシャンポに受けた後の3色変化っていうのがありますからね一応。さあ柴田は天敗即リーチといきました。親の先生リーチ、サブローソー、いやでもこれ完治層天敗とローソーとローマンのくっつきの脳天になってるんじゃもう大差ですからね、リーチ親に打たれた時、はい、ってことを考えると、だから中須さんこれ上がりきったらいい選択。サブローソー3枚、チーソー2枚です。うわーこれ受け替えれる、まあ、いや難しい、リアンソー切る手もあるね、一旦穏やかにリアンソー、リアンソー現物ですね、うん、3色になったらパーソー勝負、勝負、まあ、もしくはねパーソー引いてローソー勝負かもしれんけど、さんはとても生きる手配じゃないけど、現物がローピンチーマン、まあ、どっちから打つかでしょうね。はい、さっさも折りだ。ここは中田さんと柴田さんの一騎打ち。さあ中田は一旦天敗を外しています。いやでもこの曲上がったら中田さんの選択見事だけどな。サブロスを使い切って上がりとなるか。天敗外したら少なくともドラ浮いてますからね今、うん、まあ想図の二差しごとローマンのくっつきのいいシャンテンみたいなのがパーソー切りの人の未来ですよね、はい、なんか神目線ですけどウッパーマンが絶望すぎてこっちの方が、いやそうですね、ウーマンが4枚使われ、ね、あの表示と広柴田のあんこと、これは相当大丈夫でしょう。当たった時はローマンいっぱい持ってるパターンだけど、さあ引けるか、いません、ドラのローマン。中田は高打点のパターンがあります。ん、普通で返ってくる、チーソーが現物でパーソーいっぱい勝負の一通の形にするか、イーピンローピンと、うん、もしくはキューピンと、まあ、E ピンとパーソーの危険度はそんなに変わんなそうですよね、はい、サードのルートになるか、まあ、普通はチーソー、ただひ、うん、ここはチーソー、まあ、打点も違いますもんね。いました、ローソーリーチツモ1000オールの上がりです。いやでも中津さん苦しいな、上がりのルート一個もないか、イーシャンテンのところでパーソー切るしかないですね、うん、最後入り目嘘だったんでドラを使う前提で、うん、あパーマンを持っといてってことか、まあそれはパーマン持っといたらちょっと結構な人ですね、うん、持ってるんだっていう。さあトン3曲1本場、広柴田上がって連チャンとなりました。ドラはウーピン、パー
ーマン切らないでパーソン切るは無理だもんね。パーマン切らないでリャンソー切るはあっても、うん、二差し残しつつ、そう、二差しを固定してねっていうのはあっても、うん、さあ柴田さんいいですね。なんか2連勝見えてきて、なんか柴田さんのペースって感じしますよね。なんか節々から、はい、最初のちょっと打ちづらい、まあ、展開がいいですよね。確かにオーラスとか含めて、と久里さんのリャンウピンリーチを近藤さんのナイスプレーのペン3ピンで上がってもらえたり、はい、でなんか中津さんのナイスプレーは、はい、こうその後ツモに恵まれなくてそのまま柴田さんが押し切って上がれちゃうみたいな展開がすごい、うん、7、8、9にしちゃってですね、一通とね選択ありましたね。パーソージャントにした一通か、はい、イーマンをジャントにした三色か。中田はメンツ一つ目、近藤は1、2、3、チーマンでしょうか。佐々木久人は7、8、9、3ワン引いたらイーマン切ってもう一回一通に戻りそうですね、うん、半半逆、公式ルールだと本当に本当に嬉しいんです。3色と1通、これで 1,2,3 よりなんか 5,6,7 の方が自然に変化しやすい感じしてきましたね、うん、はい、まあ、なんかあの、はい、3色になれなかった時の保険がゴロチの方が作りやすいですよね、うん、ピンフだったりドラだったり、はい、ペイコーだったりみたいな、はい、1,2,3 を2個失しちゃうとどうしてもペン3ピン残ってしまって役なしになりやすくなったりするんで、うんうん、これウーソにくっつくだけでね、リャンメになるだけでほぼピンフになって、でおまけで3色みたいな、はい、すごい自然な変化か。おまけで3色、いい響きですね、ちょっと。おまけで3色か。これはもうピンフのイーシャンテンで3色ないでしょうね、はい、さあ、テンパイは誰が一番乗りなのでしょうか。柴田メンツ2つ目です。ペンちゃんが2つ残っています。うん、目いっぱいに受けて9万はフリテンの形ですが、目いっぱい、もう3色以外のテンパいらないにした感じですね、はい、柴田さんも親番ですけどかなりスリムに向けましたね。お、フリテン引き戻してタキタキのテンパイ、しかもローマンの方で引き戻すとね、一通にはできんし、一旦、はい、チーピン短期の役なし転敗です。今度あれ、これドラいっぱいいるんじゃないですか、もしかしてドラ引いてドラ短期がすごいよ。ドラ引いてドラ短期がすごいよ、これ。公式ルール、ドラ短期は23,900のヒリクリーチ、はい、短期三山、嬉しい嬉しい、短期の三山、ドラタンキ三山ですね。さあ、ペンちゃん、いやマンズマズで行く気にならない、マンズで行く気になれないですね。さあ、ドラタンキのリーチ三山です。ウーピー3枚、チーワンが1枚、佐々木はペン、1枚が勝つパターン。ツモ500は600オール脅威ですね。いやー、このパターン、勝負リーチの人が上がれず、はいはい、なんか薄くて黙ってにせざるを得ない人が上がる、積もって、はい、今日はそういう日なのでしょうか、うん、でもこういうの見るとね、ラスハイのベンチマン、はい、の低い手でも組んどくことの大切さっていうのは痛感します、ね、この上がる上がらない相当大きいですよね。こう組めない人多そうでしたけどね、うん、ペンチーマンとか先に払われるって、はい、受け 払いたくなるような、バキョ悪くすぎて、ペンちゃんペンちゃんのイーシャンテンからの、まあ、僕は絶対上がれないね、今の僕も上がれないですね。なんならシッパさんもね、実況席がまた上がれない手が出てます、時あるのにね、はい、間違えないんですよね。なんか払わない時は整ってましたよね、うん、どういうことなんでしょうか。佐々木里ドラドラ、柴田はドラドラ多いですね。そうですね、ドラドラがもう3回目ぐらいでしょうか。なかなか上がりまではいけてないので、はい、まだまだ苦しい。ドラドラあるのに上がれてないっていうイメージが、うん、嫌ですね、嫌なイメージ。こ
これは薬害カスナリ狙ってますね、はい、ちょっと形が悪いので、はい、薬害を重ねて、うん、中田チャンス、大チャンス、ね、6チッパが見えています。いいシャンテン。でもローマン打ってカンチーマン固定しなかったんで、はい、アンコイナってのリーの身もよしって感じですか。なるほど、決めてないですね。絶対高くしたい人はね、ローマンを先に切れば切るほど、はい、チーマンの出も、チーマンの出る率がちょっとずつアップしていくんで、はい、中田は目いっぱいマンズ668で持ったまま進行しています。やっぱね、これでローマン切りリーチになったとして、カンチーマンの時にね、はい、リーチ後に数万持ってきてもやっぱり先に切ってるよりは上がり率低いから、はい、宣言牌何かしら。まあでも確かにね、柴田さんの親を止めようっていう考えでは、イーピンとローマンのあんこも大事ですから、はい、サブロー級層の三面ちゃんで戦える形ということでしょうか。そうですね。いや、さすがに自敗切るか。広柴田白、これは2枚目の白です、うん、いいシャンテン。もう一つポンしたい。急走から入ってきた、今 E ピン打たれたとこ、まあカンチーマン玉が自然ですけど、 E ピンを打っていきます。うわ、これマンズの本質警戒したのかな。広島田、確かに捨て牌はもうピンズとペイしか切ってない。白をポンした親、まあ、ローマン切ってダマでね、サブロスを引いたら3色でウーマン引いたらピンフっていうのが、はい、それになるかと。9万引いたらピンチーマンでドラ使って、はい、っていうのが一番なんだろう、マジョリティというか、はい、感じましたが、中田は E ピン E ピンを選択しています。脳天からはちょっとリスクを負わないって感じですかね。うーん、そういうことなんでしょうか。親が広柴田が白を仕掛けています。捨て牌はもう異様な雰囲気、どっちの色なんでしょう。お父さん、やっと一メンツですけど、下茶の柴田さんに何やらちょっと、はい、はい、うん、テンパイ入りました。まあ様子おかしいですからね。手からチーマン、手からチーマンが出てきて、リャンウーソーのテンパイ、役は白でスポンしています。リーチまであるよ。中田はどうだ。スーチー層のテンパイ、闇点を取ります。チー層ゼロ、スーチー層1枚しかいない。1、スー層が1、リャンウー層は、ウー層が1、リャン層2。中田ピンフのテンパイ、リャンウー層対3対1、スーチー層3対1の戦い。なんか手できてきたけどちょっと遅い。ピンズは打ちやすい。ピンの方が親の現物。うわ、単品三色だ。いいシャンテン。近藤も追いつくか。ただトンはもうめちゃくちゃに怖いですけどね。そうですね、トンちょっと、これは追いつく、まあ、トンを、うわー、きついか、これはきついね。ここで最終手出しチーマン、チーマンですね。うわ、打っていきます。すごいわ。中田勝負。マンズの本質だと1万8000って言われてもおかしくないですもんね、うん、そうですね、ドラのシャンポンとかに飛び込んで本質白ドラさん。いや、これ、これ上がったら偉いけどな。もう上がったら偉いっていう手が多いね、中田さんは。はい、上がったら偉い、褒められるところまで来ています。数値層上がれるか、激薄です。近藤さんはトンも浮いているので、この時点で、あ、これも今行くってことはトン切る余地ちょっとありますか。まあ確かにドラ通ったことによってね、なんかシャンポン候補の一つは潰れたなって感じはしますよね、はい、あ、そしてトンが通ります。うわ、これは無理か。あ、しかし乱走。柴田の上がり、白1500の2本場2100。いやー、柴田さんでも展開いいな。薄い時も勝ち、多い時も勝つ、どっちも勝ち、毎回勝つ。中田は天敗からの勝負。いやー、でも中津さんも今のはいいですよね、めちゃくちゃいいな。さあ、トン3局3本場、広柴田親番上がって連チャンです。
1000オール、600オール、2100と3回続けて上がりました。さあさらに上がりを重ねるんでしょうか。ドラはパーマン。ちなみになんですけど、はい、勝俣さんはこれ、うん、1日目が終わって何ポイント差以内につけたいとかは考え始めますか。相手によって変わります。はい、じゃあ柴田さんが今31ポイントです。あ、なんかね、はい、いや、あの追いかける3人の組み合わせで、この人たちと追いかけるなら別に50でもいいけど、この人たちと追いかけるんだったらもう10でも嫌だみたいな。なるほど。だから例えばなんだろうな、今回のメンツで誰のとこでもいいんだけど、じゃあ例えば僕が中田さんのとこに座ってて、久津さんが走って近藤さんと柴田さんと追いかけるんだったら別に50ぐらい行かれどうぞって感じ。なるほど。まだやれる、はいはいはい、けど中田さんのところに僕が座ってて、なんか近藤さんが行って久津さんと柴田さんと3人で追いかけるんだったらちょっと30でも嫌だなって気はする。噛み合わせ的な問題で、はい、じゃあ今回はまだ柴田さんが2連勝濃厚になったとしても焦らない、別にいいかなって、ね、まあ、うん、僕が久津さんの席だったら特に全然いいかなみたいな気はするけど、うん、近藤がペンチャンペンチャンと引いてきています。一通が見えるリアンションってそのかなり本通メンツ一組へ。うわ、めちゃくちゃいいですね。ドラゴンは上がりたい中田。ちなみに三浦君は何ポイント差で考えるの？まあ、そもそもあんまり気にしないです。結構ギリギリまで。その強い人の発言だね。いや、脳天気、脳天気、ここにいましたか、強者が。脳天気なだけです。うん、別にその出すときは引くときは引くし、2連勝できる、3連勝4とか4連勝できるときはできるって思っちゃうんで、シンプルに今自分が 得しようってのをメインに考えちゃいますね。さすがに残り 2,3 回で100とかなったらさすがに考えますけど、もう残り 2,3 回で100はもう 2,3 回で心の中ではちょっときついな。残り 1,2 回で 4,50 ぐらいだったら全然いつも通り打っちゃいます。さあ本日コンサルタント出動です。まあでもね、いつも通り打つ自分が一番強いからね、それは真理な気はするけど。いや、天敗です。の天気なだけです。数値そう勉強しなし、全局と同じ数値層。うわ、ドラが出てっちゃうパターンのやつ。ピンフ天敗ですが、ドラのパーマンが出ていく。ただ天敗は中田と同じ数値層。ここは一通のいいシャンテンを取りました。ただ打ちにくいくはなかったけど、うん、その打点的魅力がないというところですか。中田は闇天です。タンヤオピンフ、やっぱ久藤さんはね、ドラ絡みっていうよりはやっぱ本一って、うわー、勝負曲になった。さあ、ヤクヤク本一の天敗ですよ。天敗。さあ、第三元のフェイスですが、柴田さんはね、はい、いいけど、柴田は白統一ですが、中田さんと近藤さんからしたらね、中田さん天敗してるけど、中田は数値層天敗ですが、うわー、これはピンズの本一かと思ってたけど、第三元だったらサブロス層もあるとこだし、はい、捨て牌がマンズピンズ層ずつちょっと程よく切られてるような。うわ、欲押すな。3層いきますね、強い。数万は、現物ですね。でもこれ中津さんのテンパイバレたかね。はい、これ3層はバレたまでありますか。さあどうなる。緊張した、緊迫した空気になってますね。チュン、ハツと佐々木久人が。うわ、きつすぎる。これはやめか。さすがにポン出しパーピンですもんね。これはローキューピンあたりが、いや、まあ、ここでやめて。キューピンがね、2枚切れてるのが結構大きいんですよ。キューピンポン入ってないから、はいはい、そのポン出しパーピンだとまたぎって少ないけど、ローキューピンでもおかしくないよねっていう状況にはなってる。はい、キューピンが出てる分、はい、キューピンが出てなかったらね、キューピンとのシャンポンあるからって言ってローピン勝負したくなりがちだけど、うわー、振り天のツモ上がり。佐々木里のローキューピン、ツモピンフ3本馬ですね。400、700の振り天ではなかったですね。振り天ですね。あれ、振れました。はい、2枚切って、いや、近藤さんが切ってた、はい、近藤さんが切ってた、ね、近藤が切ってたキューピンですか、はい、失礼しました。中田がそうか、佐々木の、ね、いや、でも柴田さんとことん展開ですね。本当ですね。勝負手の人とかわし手の人が よそでやり合ってる時は全部かわし手が勝ってくれるし、はい、うん、柴田にとっていい展開。中田のツモは700戦になりました、ね、自分が柴田さん席座ったらめちゃくちゃ風を感じるからね。これは
これは風を感じていいところです、うん、来てる俺みたいなさあトーン4曲になっています。ドラロソー親は中田。いやでも中須さんも今の3走をしてんのも見事ですよね。なんか降りちゃう人いるし普通に、うん、一旦数走切ってサブロッソの延べ単からローピン引いてギブっていう人だってね、はい、山ほどいますよ。しっかりテンパイ取って最後はロンハイを抑えてのつも上がり。さあ近藤さん大チャンス来ましたね。ついに近藤の手格好がついにっていうほどのテンポじゃないか。先上がってたし、うん、と一曲の親番も作ったしね。じゃあついには取り消しということ。取り消しでお願いします。チャンスですただねダイレクトに運送引いてねリーチじゃつまらない打点だから、はい、3色にしたい形もしくはね数層引きとかからリーチ単野をドライチとかね。はい、なんかチーピンのところで急走を切る人もいそうなぐらいでしたよね。ああなるほど。今急走切りとなりました。でも急走切るとねズバッとドラもう一枚の時がちょっと形が弱くなる、ね、うん、弱くなる。難しい。両走もあるしウーピンもある。数層換算層のターツを外すというところでしょうか。両層の重なりもあります、うん、両層の重なりをね期待したんでしょうね。イーソー2枚飛びでウーソー引きよりも両層ダイレクトの方を重視した、はい、いってーんドラドラですが、まあ、でも両冠に受けてても無理だしね。うん、まあ、一旦置きました。振り点のターツとなりますがもう1枚引けるか。いや中田さんから先行リーチ来たらきついよ。目いっぱいに受けた近藤です。数ピンとか引いたらチーソーパーソーもあるし難しい。うわー、マジ一巡だけ置きましたが、まあ両走は安全じゃないけど9ピンは安全っていうのが大きな理由ですよね、うん、まあ確かになんか両ピン雰囲気いいけどうわー激薄になっちゃった。すっと打てるんですねあのローソー。いやね確かに急走だってまだ2枚しか切れてないわけだし急走持ってきたらとか思っちゃいますよね、はいはい、思っちゃいますね。思っちゃうけどここはすっと置きました。一巡だけ。やっぱりね打点考えると残すという人も多いと思いますが、これは9ピンの番でそうですね。はい、1枚安牌を持っての、うわー、リアンピンがもうめちゃくちゃ薄くなった。目に見えて1枚ずつ、うん、実際山にないですね。 なんかもう嫌ですね。もう嫌だあの3455何と交換しようかなと思い始める時間帯。もう3万とかぐらいしかね交換するパイが見当たらないけど、はい、さあここから捨て牌が3段目です。リャンマンが貫通になった。ここは安貫とします。まあ打ちにくいですからね川に。はい、リンシャンからは数ピンが来たぞ。ジャントがない、まあ、これでねウーマンローマンの重なりとかもね、はい、嬉しくなったんで。佐々木里はもうここは後ろを向いているか。さあもうチューブも切らない構えですもんね、うん、はい、シートイツでうまくいった時だけちょっとだけ頑張れるかもしれないっていうぐらい。うわ中田さん中田に転売が入らないですね。連チャンしたいところです。まあでもそうかスッチーピンがだってもうチーピン4枚切れでしたもんねとっくに。かなりだからねウーソーをずっと引っ張って、はい、ロウソー引きに期待してるんだけど、うーん、もう順目が天敗ですがリャンウーピンは薄い、うん、取りました。リャンマンを安貫しています今度。リャンウーピンの天敗です。いいシャンテンだけどどうしますか。もうベタ折り、
いやでもこれ中田さん天杯入んないのもね、入った、中田天杯入れました。スーチーピン、スーピンは全順近藤が、あ、スーピン危ないよ、またスーピンになるか、てかスーピンになりそうじゃないですか、で一応手出しだった、あースーピンになった、まあまあ、中田の上がりピンフ、まあでもちょっと1500です、やってしまったか、ウーピンの方が良かったか、どうなんでしょうかそのあたり、3ピン、スーピン、ウーピンという、多分厳密にはウーピンの方が良かった気がする、うん、対中田さんでは間違いなくリャンピン、パーピン通ってるし、そうですね、うん、うん、さあ中田が連チャンとなりました。トン4局1本場、ドラは何、中田の手に何が1枚、スーピンが第1点になりました。今度メンツはありません。佐々木久人がドラドラ、もう 7,8 回目の、いやそうですね、ドラドラ今日はすごくきます。ただね、はい、ドラドラの時の残りの形がねそんなに強くないことが多くて、この手配だとそうですね、あまり良くないでしょうか、まあ、メンツゼロだしね、はい、両面も1個しかないし、重い、ドラドラ以外が重い、今回他の人がかなり悪そうなので久人さん手なりで作っていっても間に合う可能性は十分ありそうですね、ちょっとみんな時間かかりそうですか、近藤さんはね単野杯で溢れてはいるんですけど形がそれほど良くなくて、はい、あでもこれで3組という、うん、これで良くなりましたか、そうですね、キューピンキューピンって単野杯見るかどうか、でもキューピンキューピンって切ったのはね2000-3000局を目指している進行ですよね、そうですね、はい、穏やかに行くならば両層とか切っていくとピンフのみとかになっちゃうかもしれないけど、はい、そこそこの上がり率ありそうだったと、はい、片さんはチートイツメインになりそうですね、なんかドラ切らずに進めそう、うん、まあ、でも急に切り出すからちょっと分かんない、はい、分かんない、おーチャンタのイーシャンテン初手目、チュンのアンコは嬉しいところ、はい、これでチャンタにならなくてもリーチ、チュン、イーペイコーで、はい、打点がありますね、マンズはなんだ、イーマン、まあまあ採用ですね、リアンスを切っといてゴロチの変化を見ながらピンフ、イーペイコー狙いで、はい、いいシャンテンです、今度リアンスはペンサンピンとメンツで見たいね、見たいですよね、なんかあ決めたメンツでに、中田もチャンタローソー切ってで無難に行くか、なんか近藤さんはね自分がなんちゃだから、はい、そこまでねなん警戒しなきゃいけないわけじゃないけど、比較的打ちやすいということでしょうか、比較的ね、はい、あくまで比較的便利な言葉です、うん、チートイツがある、さあイーシャンテン、さあイーシャンテン、チーピントン発、まあ、ペンサンピン内定、これはなくってですね、まあいいそうですね、これはさあチュンの天杯、リャンウーソー待ち、六山、そんなに、はい、六山、うん、もう上がりかと思いきやな、そんな枚数ですが、さばきて毎回いっぱいいますね、まあ、いっぱいいそうだから泣いてるんだろうけど、はい、リャンウーソーがごっそり、しかもね、難がもう山にないからね、掴んで困るとかもないし、そうですね、この先掴まない難、何はもう売り切れている、うわー受け、焼き払いあんこのドラドラとかも警戒してるってことですね、てかもうドラ打たないってことですね、チートイツ方向に行って、さあ中田が、はい、カンパーマンのチー、あ本一なんだ、まあ、ドラこれもドラ絶対打たないっていう進行では、はい、ドラ短期構想ですね、まあ、じゃあ石松さんの仕掛けが相当ドラ怖く見えるんですね、実は持っていませんこちら、
なんかねドラドラの感じだとね老僧とかから行かないことが多いから、何曲か前にもお話ししてたけどパイコイツ打たれることが多いから、はいはい、2巡目老僧を見るとなんかあんまりねもともとドラドラだったよねって感じはしないんですけど。さあ柴田このリャンマンで考えています。シャンチャの親の仕掛けを受けています。そういうことですね。カンパーマンの地位があります。うわー、崩しました。中田さんの功績だねこれは。中田の地位、そして嘘下ろして、はい、そして嘘が紡ぎられましたよ。でもこれなんかね瞬間はまだ脳天に見えるから、はい、中田さんが地位してパーピン手出したから天敗トンタンキワリ1。うわもう大きく変わった状況が。トンは一枚切れ、二山、二山のドラドラチートイリーチ。うわめちゃくちゃ未来が変わった。3000、6000あるか。こんなに変わることあるっていうレベルで。佐々木さとトンタンキ300、500の上がりが3000、6000になるかもしれないですね他の人の。まあでもねリャンマン一杯押してたらどうなってたかね、はい、中津さんが泣いてたら出なかったかもしれないし。うーん300、500が3000、6000に。うわでも柴田さん行くと思ったけどな。およそ10倍上がれるでしょうか。トンいない。確かにおよそ10倍ですね。はい。いや柴田受けている。中田は粘れるか。いやきついですよ。いやはいそうですね。でも久々さんのこういうリーチってもう上がる気しかしないもんな。上がる気しかしない今回は。いや僕は何度も上がられてきた。はい。ということは今回も強いのよこういう時の、はい。こういう時にトン。トン笑顔はない。さあここからツモは2周です。もう粘らないでしょうね中田も。どうやらここで、まあ、難があるからね収めそうです。ピン引きどこを打つか。シンプルに現物ないですね。はい。さあ2回やとした。久々さんトンはいない。ツモのチャンスはあと1回。流れない。うわ怖っ。相手は柴田です。さあ最後のツモだ。佐々木トンいませんでした。積もれないんだトンは。あトン地獄じゃない。あ2枚目でドラ票だもん。ドラ、あドラ票見逃してましたね世界でした。さあトンタンキのチートイツ。じゃあむしろ近藤さんとかが掴んだら危なかったっていう話でしたね。確かに佐々木久人一人転敗流局となりました。柴田さんもね、流局で親流れるんだったら別に降りてもよかったなって感じはしますね。まあまあまあ、まあまあまあ、上がれそうな感じで仮定はしたかったけど、はい、やっぱメインはね、中田さんの、はい、親番泣かすから始まってると思うんで。優先順位の1位は達成したかなって感じですね。はい、さあ、何1曲流れて2本場。京拓里一望が1本、親番は近藤。リアンワン泣かせてね、中田さんが連チャンしてるかもしれなかった。確かに。ドラドラじゃなかったですか。早いでしょうか。三品がドラ、ね、はい、ついにいいドラドラが来ましたね。また通算もうずっと数えてませんけど、うん、本当に10回目ぐらいの。いやでも今回はもうズバ抜けたいですね。むずいよ。3万と9万むずい。ピン風手順で、はい、もうドラドラでピン風作っていこうという。やっと来ました。ドラドラに見合う周りのメンバー。ちょっと入り方によっては3色もね見えて、はい、ピンチーピン伸びれば。チーピンの伸び方にもよるけどね。あ、そうですね。なんかあ伸びづらい、上に伸びづらい。パーピンここに3枚です。あ、じゃあチーピンくっつかない方がいいね。そうですね。ローピン来たら数層とか引いてチーピン切るのが理想。はい。さあこのドラドラ活かせるか。他の人は、はい、近藤さんが3面つできてて形いいですね。もうピンフ系のリャンシャンテン、うん、親番だからできればドラ使ってとかでリーチまで行きたいですけど。本当が親番。柴田さんこれで恥ずかしさなって上がり見えてきた。中田さん手配パンパンにしましたね。まだ面一面つもないですね。怖いですよね。あ来たー。チーピンを手放すことができた。いいシャンテン。もうスッチーマン数えちゃうもん。はい、スッチーマン、スッチーマン頼む来て。四山。先。スッチーマン四山。パーマンポンとかでもいいですか。どうでしょうか。パーマンポンはちょっとだり、ま、3品は支部でね。3品支部ポン、
ポンはいいけど、はい、これパーマン三品が4山なんで、はい、うわ来た、タイヤをタイヤをタイヤをしたいぞ、8山なんで大チャンス、大チャンス、佐々木久人、佐々木久人待ってくれ、あとは順目を、順目をサブロキュース意外と薄いわ、むしろそっちが 5、あそれでもでも順目をこなしていけば上がれるはずだ、そんな手格好です、うわダマリーチだ、9勝3切れですけどね、ピンフイーペーコードラドラ高めタンヤオのリーチ、ほんとだ、うわすげえな、肩さんめっちゃ削って、さあ上がれる、上がれるはずだろこのサブロー9層スーピンは中筋、9層3切れ、ウーマン現物、パーピンはチーピンがちょっとだけ早い、スーピンドラ3ピンだしね、リャンピンが川に置いてあるから相当通る、はい、結構どれ打ってもおかしくないですね、ウーマンも現物だけど、まあパーピン、うわ強くいった、パーピン、これは9層とか止めらんない方針の人の選択ですね、はい、行くぞってことですか、だってねくっつき強くしてるから、3素2ロー素29素1ですか、これはダイレクトな筋ですけど、4枚あるか、4山下、うん、さっきね柴田さんがロー素持ってきたから、はい、5山の後から、はい、柴田さんはリャンシャンテンちょっと行く気にならないけど、はい、ハツが安全そう、あパーピンを、パーピンを、はい、あとねまあこのパーピー打ってる近藤さんからいつリーチが来てもおかしくないから、もう盤石の備えをしたいですよね、じゃあむしろそこも安全牌としてパーピンを残しておくかみたいな、うん、なんか足りてるからダマも警戒しながら、うん、さあサブロー9層、うわーこれで割って入る気にはならんな、ウーマン切れなんで、まあウーマン切りってか、ね、この天牌はちょっと取れない、いや久里さんがつもんないね、いい時の久さんはね、はい、三巡で決めてくるけどいい時は三巡で決める、すごい能力です、なんか親がねそろそろってなってきた頃にはもつもって言ってるイメージが僕はすごい、あ来た、これはダマテンか、いやでもドラ1になったからリーチ行きたいのか、うわ行かない、リャンウピン、ね、闇点です、小山は思いますよ、んいやそんなにね、うん、4だね、ドラ表、またすみません、ドラ表4対4、4対4の、いやこれ近藤さん止まんないね、はい、お互いもう佐々木はリーチなの止まら当たり前ですが、近藤も止まらなくなった、4対4のめくり合い、佐々木久人対近藤久治、リーチ考えてるか、うーんこれは目立ちすぎだもんね、パーピンいってるとこでただでさえ目立ってるの、はい、もう入ったなと、でドラ表示牌のリャンウピンの筋は特に警戒されちゃいそうなところなんで、うん、というか久津さんの現物で当たりそうなのがリャンピンとチーピンぐらいしかない、近藤さんにね、うん、さあどうだ、いるのか、リャンピンの勝ち、近藤ピンフドラ1 2900の日本馬、いやこれ本当なんか柴田さんが絶好調な気するわ、はい、柴田にとっていい展開ということですか、ノーダメージが連発だもん、その相手が勝負手の時に、しかもその、はい、今久田さん闇天だとワンチャン柴田さんがローソーを切ってる可能性は、はい、わずかにね、あった、わずかにありました、はい、さあここで一旦選手の、休憩となりますので、はい、はい、現在南一局日本馬が終了したところです、さあここまでご覧になって広柴田の非常にいい、僕はね絶好調モードに見えます、絶好調モード、うん、とにかく展開がいい、はい、やっぱだってこれって、はい、ついてない日って、はい、高い方が積もって、はい、順番に高い方が積もってどんどんね失点してくるって感じするけど、失点しないですね、はい、リーチ者が上がれずこの脇のこのかわし手が勝ったり枚数少ない方が勝ったりという、柴田にとって非常に明らかに佐藤さんの方が手入ってるのにトータルポイントで見たら全然上ですもんね、うん、これはで逆にね久保さんはね、はいはい、さっきのリャンウピンの4山はペン3ピンで近藤さんにやられるし、はい、今回のサブロック9層もこれつかむしで、またドラドラ上がれなかったという結果、どっちもねつかむつかむだから、いいですね、久さんが一番なんか展開は悪い、手はいいけど、はい、展開は悪い、手と展開がいいが一番いいですが、うん、なかなか、ただ広柴田の展開がとてもいい、いいで、それを打開しようとなんか中田さんとかのね、はい、すごいファインプレーも出てるけど、はいはい、まだ一歩上がりに結びつかないみたいな印象ですよね、今トイレ休憩に
お選手が申告したらいけるんですが、はい、3人行きましたね。あのでも、まあでもその、はい、大して行きたくなくても誰かが行ったら行くもん、行っとこうかみたいなことですかね。だってなんかこれで、はい、2曲後にやっぱ自分が行きたくてもう一回はい、はい、トイレいいですかって言いづらいから、はい、いね、それする人はあの飲食店でもあの飲み物を言われて、なるほどねまだちょっとあるから、はい、いい、僕いいよって言って届いた頃に、はい、すいません、オレンジジュースみたいな、なるほどなるほど、タイプかもしれないですね。すごい的確な例えが来たさあ、なん一曲三本歯です。ジャンソーで働いてるあるあるが出ましたね。あ、そうですね。めっちゃ思います。あのカレーの匂いにつられてカレーもう一個みたいな。さあ、近藤の親番ドラはウーソーです。近藤は上がってレンチャンということになります。ピンズで一面つ差し子がうすら見えます。マンズで一面つシャーチャー柴田メンツはありません。中田総図で一メンツです。ドラの嘘は4枚とも山、うん、近藤さんはあこれで差し子メインで結構まっすぐ行きそうですね。はい、3万匹嬉しいところ。須田さんドラ抜けてるけどね、はい、ゴロチだったりなんか場合によっては本一自敗役敗重なりから見えたりして悪くない手配ですね。中田さんね、あでもこれであでも3色ならないですもんね。形が良くなくて、はい、打点もないのでイーシャンテンですが、うん、もうグケリーチもあるんでしょうか。まあ、リャンソーはちょっと行きたくないですけど、さっきのカンリャンソーよりは、はい、1回戦のカンリャンソーよりはだいぶ条件が悪いですね。もし転敗した時にまず馬強が悪い、はい、ドラが1枚もない、はい、そしてドラ筋の関連層、うん、なんかいかない気がする。さあ嘘、ここに1枚目やっぱりいかないですね。はい、取って闇点。だから中津さんの中の条件がなんとなく見えてきた。はい、どういう条件に、いや、はい、なんだろう、打点と馬強のバランスの取り方的な、はい、さっきの関連層と比較してこの関連層は、まあ、これじゃイースを切る。うわー、でもこれは取るんだね。そこまで回っ、やっぱり天敗は大事というところ。うーん、まあ確かにね、持ってきたら角ですからね。はい、もう天敗です。うわー、柴田さんもなんか勝負手になって楽しみな手だけど、はい、佐々木里にかわしての天敗が入っているウーパーピンピンフ、うん、まあでもウーソー引いたら途端に勝負。はい、スッチーマン引いてもリーチ来たかも。点数状況でね、1300、2600積もっとくと、はい、3万点超えが見えてくるんで。さあ、これも6チンパ嬉しいところ。これならリーチ、パーピン2枚、ウーピン1枚。さあ、高めのパーピンは2枚、リーチピンフ、高め3色のリーチ。いやでもウーピン一発キャッチ、しかもこれ外してたらつま上がりの範囲ですもんね。そうですね。でも久津さんもね、かわされてもかわされても確かに毎回満貫クラスなんならさっき羽満で上がりでしたもん ね、うん、ね、この久津さんのね連続攻撃はね、食らうとね、ほんとね体力を消耗させられるんですよ体力、あ、そうですね、うーっと、うん、いや毎回だって読まなきゃいけなくなるから、はい、体力を使わされている他のメンバーです。近藤、柴田、中田とこの連続攻撃に対応せざるを得ない。柴田さんはチーピン切ってるんでもかなりやめ、はい、安牌足んないんだ。スーピン打ってるってことは完全牌なさそうですね、うん、ああでもやめ選んだんですね。イーソー切ってね、はい、頑張る手もチーピンのとこで、ね、どうせ次きつくなるからそうする人は多そうですけどね。けど、うわー、中田はウーピンを打たない。おい、当たり牌だけ止めて追いつくか。まあでも数層がないなくはないか。中田は一気通貫を見ましたが、ね、数層は表示牌でゼロ。3枚使われて、あ、これは勝負だ。スーチーソーのリーチがかかりましたが、チーソー 1、 チーソー1、この両面1山ということになります。パーピン2、チーソー1。
さあどっちが勝つか。近藤さん関数マン役なし。でも柴田さんの展開の良さから横移動な気がすごいする。そういうことですね。柴田さんだけは失点しませんみたいな、はい、例えばこれ近藤が闇点を選択するとこの今日のあここは抜いていきました。やっぱ闇点が横移動なんだね。リーチドライチ2600の3本場。いやでもこのこれはすさまじい。これ終える人いますっていうレベルでしたね。まあでも300、500とか500戦上がってる人いたかもしれないですけどね、うん、なんか、はい、まあでも関連層の役なしでリーチ打たれたらイーピン統一落としはまあ自然、うん、あの関連層でウーピン無筋勝負する気にはなれないから。さあ何2局佐々木久人が親番を迎えています。ドラマ9層何度目の、はい、これもまた這い上がってきてリーチとまた枚数多いの負けたし、うん、そうですね。まあしばらくずっとこのバランスで押し続けていくという戦い方になるでしょうか。こんだけ空振ると嫌になっちゃいますけどね、うん、人は嫌だけどね、めげずに来るなんか嫌になってる、ね、あの仕草や雰囲気が全く嫌にはなってるけど、はい、嫌になってても、ね、それを振り払ってもう一回リーチ来るのが久さんの強さだからやっぱね、はい、例えば一回ダマ点で手堅く上がろうかなとかって考えたくなるのが人情だけど、はいはい、久さんは人情持ってないそれをね振り切ってねまたリーチ来るのよ、はい、ボクサーのようです。叩いても叩いても立ち上がってくる。あんまりお気に召さなかったんですか。でもこれこれね、はい、でもかわし手の人が休んで久さんが一回引っ掛けると怒涛の連続上がりなんていうパターンもよく見るから、はい、何度も何度もこれでこじ開けてきました。現方位です。これで一通か一平行か。はい、田さんはかなり三色重視です ね、ローマン切ってピンフはいらないっていう手順ですね。はい、手役見てますか。これも嬉しい、うん、さあいいシャンテン。もう3ピン9層って引けば満貫ですからね。3ピン9層で満貫。さあこの満貫リーチが打てても今日はかわされる展開が続いています。いやでも柴田さん今展開いいからこの間にリード広げたいけど、テンパってリーチ、タンヤオのウーパーマンのシャンポンですか、はい、ウーパーマン筋のシャンポンリーチ。アローマンが3切れでね、はい、でもね、数万3万って引けばこっちも2000、3900だけど、はい、かなり思い切ってますね、はい、シャンポン4山です。うわー、読み、うん、すごい鋭い読みが炸裂したこのシャンポン。だけど久さんの追撃はあるよ、これ、はい、シンプルにウーマンここに1枚です。残り3枚だったり引いてトップを狙おうっていう位置ですね。はい、中田は馬形を払っていきます。近藤さんは馬形良くなかったらリーチしないでしょうけど、うん、近藤のリーチその2つ重なって難しい。まだまあ現物ですか、はい、さあさすがに近藤さん対久さんになりそうですけど、はい、虎の急須もまだうわ急須2枚、はい、2枚打たれて2枚いっちゃいます。数ピンいっちゃいますよね。いっちゃいましたね。わあ、中田さんもいいシャンテになりましたよ。中田も参戦できるでしょうか。うわ、来た来たー、ピンフイーペーコーロークンソー2枚ずついますよ。さあ4対3ということは、いやこれ何度目の漫画でもさすがに積もる。どっちかもう柴田さんもね、はい、もうそろそろ柴田さんの展開よしもそろそろ衰えてきてさすがにそろそろ積もる、うん、めちゃくちゃ嬉しい結果はないですもんね。近藤さん上がったらトップも来られるし、いや柴田さん、近藤さんも柴田さんに報酬がね柴田さんにとって最高でしょ。最高ですけど、さあ老朽総体あわあなんか縦だった、3対3、いや難しい。老朽総体ウーパーマンのシャンポン、どっちが勝つんだ。うわー、急走の勝ち、佐々木さとリーチピンフイーペーコードラ11600。これ展開は柴田さん悪くないですね。やっぱね、これは柴田にとってはまだいい展開ということですか。いやー、近藤いい状況のウーパーマンでしたが、風って怖いなって思っちゃう。場に3枚目のドラの急走が報酬となりました。11600、これね、近藤さんめちゃくちゃ痛いのは、はい、その
皮でいいと踏んで勝負をかけた結果が大きな裏目の結果になっちゃったのが痛いですよね、はい、だってダマテンだもん普段っていう。そしたらあのリーチに急走はやめれたかもしれないし、はい、まあ、出たかどうかは分かんないけどダマテンにしてたらね。佐々木久人が素点をほぼ3万点近くまで回復。なんかさっき、はい、勝俣さんおっしゃったもうリーチだ、さばき手がサボったではないですけど、さばき手に使わずに親が連チャンさせたに近い、ってなった時のこの佐々木久人のこの後の連チャン力はね、本当に僕は嫌というほど食らっている、はいはい、もう予言に近い形でおっしゃってました勝俣さん、もう2巡目リーチです。ちょっと流れ使いこなしてきたかな僕も。とうとう来ましたか、流れまで見えるレベルまで。まさにそんな感じしますね。まあ、ウッパン上がれてたか、かわせてたか分かんないとはいえ、はい、まあ、少なくともあの急走止められたら上がり厳しいですからね、うん、久人さんは。まあ、ダマテンにしてて、あの急走止めなかったら何のためのダマテンっていう話もあるし。タイプ的にも近藤さん、浮いてるし、うん。これはいくらなんでも柴田さんも、ちょっときついでしょ、はい、展開良しの柴田さんも、これは引かれるでしょ。これは佐々木久人、解説じゃなくて何を喋ってるか分かんない人になってるけど。いやでも動きましたよ今度、老僧の地すごい地しましたよ。いやでも老僧の地多分ね感じてると思いますよね、はい、そう何かしなきゃ、動かなきゃ、やられちゃうなんていう感覚でしょうか、分かりません。中田さんいいシャンテンだけどきつすぎるんで、三走二枚切れです中田。ローマンってなんすか、片筋と言っていいでしょうか、9万の。確かにでも近藤さんこれ報酬だけはダメよ絶対。そうそう、これで報酬したら、はい、すごい、なんだろう、いい品、ここうわ食い流してますよ、すごいね、近藤の地こう奏した形になる、これはすごい、いいピンが食い流れた。でも確かにこういうシーンも何度も見てきたけど、いやでもこれ本当理由つけるのはそこしか考えつかないですもんね、なんか勢いの流れ的な話なんだろうなって、常識じゃ泣けないですもんねこんなの。だってそうですね、公式ルールこれ泣くと、いやもう公式ルール云々じゃなくて、麻雀として泣けないです、麻雀、まあ、ドラドラっていうとこだけ、はい、唯一ドラドラ、ね、その泣く材料は唯一のね、はい、ただそのここまで勝ち上がれるジャン力の持ち主がこの手を上がれるっていう判断するはずがないから、はい、ということはやはり何か違う理由があってという、うん、ただでも安牌足んないから、これ近藤さんが折り打ちになったらきついよ。だから今安牌なくてしょうがなくリャンピン切りましたけど、はい、うん、いいピン引いてたら多分打っちゃってそうですよね、打っちゃってそう、危ない、うわリャンピンワンチャンスになるからねこの後。さんいいシャンテンだけど3層が1枚しかないんでめっちゃ、いやこれ久人さん食い取られたの痛いね、26オールスもね、なんかって一旦トップ天敗だけど、うわ天敗よ、3層1枚いますよ。いやーイースピンは4ぐらいいる、いや3か3、3枚でしょうか、中田のペン3層が、いや中田さんいいピン掴んで大丈夫かな、ワンチャンスだけど、3ピンも取ってない、全然取ってない、安牌はリャンマンとリャンピン数万、ここでイーソーとなりました、一歩交代、イーソーリャンピン瞬間天敗ありましたが中田、いやこれどうなる、イーピン2枚数ピンは1枚、ただのワンチャンスなだけ、やめますか、リャンピンで回る、数ピン引いた時だけリャンソー勝負の可能性を残して、わあもうしっかり降りた、はいここで撤退、いやー手詰まり、ウーピンが中筋、チーワンも筋、3万も筋か、三山のいい数ピン、いやでも食い流してるからね、いやそうですね、あの食い流し、わあ数万見せてくれたのは嬉しい、ノーチャンスができた、柴田さんは足りてる ?3 万ぐらいしかないないですね、だからそもそもローマン切ったところで結構そうか詰まってるから、そうか、ね、なかなかったですね、
チーソーってどういうことですか。王様のワンチャンスです。え、だって3万の方が良くない？そうやったらノーチャンス。数万ないっすもんね。ノーチャンスだからね。近藤の地位が佐々木のリーチを。この嘘は両無筋ですね。いやー、泣き物にするのか。まだイースーピンいますが、どうでしょうか。二巡目リーチがここまで。いやー、これ積もれなかったらすごいよ。すごいっすね。でも近藤さんテンパった。テンパイサブローピン。え、マジ上がるってことある？二山です。2対3サブローピン上がりまであるか。近藤スペシャルということで2対2。2対2になった。いいピン。いや、これは無理だね。これは止まらないか。想像の装置してる近藤タンヤオドラドラのテンパイからならばいいピンが打たれます。リーチピンフドライチ5800の一本場6100。いや、でも流れ的なものが大きく傾いた感じがしましたね。奇跡起こるかと思ったんですけど。いやー、でも柴田さんは助かった。助かる柴田。さあ、親変わりまして南三局佐々木久人の親番ドラはウーマン、親変わらず、あ、変わらず、うん、連チャンですね。失礼しました。南2局2本馬ですね。こうやってる間に柴田さん一回上がりたいけど、ちょっと手が落ちてきてるから、はい、展開はいいけど、いいままだけど、だって失点してないですもんね、うん、こんだけ久田さんから攻撃受けて無傷、ノーダメです。ただこのまま久田さんに連チャン許しちゃうと、はい、もう普通にね迫ってきてますからね。強いのよ、このこっからのこの上がりモードに入った時の久田さん。上がりモード、もう本当にもう畳みかけるように攻めてきます。で、こういうこの今もう全部ノータイムじゃないですか、はい、久田さんって、はい、でこれ今攻めどこっていう風に、はい、多分感じると思うんですよ、はいはい、その状況がね、はい、でこのノータイムで3巡目にもう2巡目チーマン3巡目ウーソーと切られると、はい、もう自順リーチ来てもおかしくないよねとかっていう風に思わさせられて、うん、ちょっとスリムにして上がりを逃す人とかが生まれてきちゃったりするのがまた久里のこのその連チャン力、その一定の遅れが久里の上がりになるという、うん、そういうロジックにもなっているんですね、うん。今度は数万切るんですって。うわ、ドラウマンですけど切るんですってですね、まあ、本当に3色残してピンフ1本、うん、はい、まあ、1000点とか2000点とかを上がってる状況じゃないってことか、うん、打線もいるよっていうところで数万よりパーマンを選びました。ちょっと少し恨めったところですが、うん、まあ、だけどこの点打点はいらないってことですね、はい、ドラのメンツが完成しました。うわ、来た。これは黙点か。さあ、シャン白切る手もわずかにあります。はい、白もあるか、うん。考えてますね。白とリーチと黙点と3択で考えてますよね。白を選択、うん。やっぱ柴田さんの中に今リーチの選択ないんでしょうね。こう久田さんの攻撃、うん、目に見えてるから。どうせこうなるんだろうな。シャナガン。さあ、親がやる気満々であることが。わかりました。捨て牌もそう、暗冠もそう。うわ、広げたいけどいいピンは自分で切っている。レアウパーピンが久田さんに切りやすいってのは救いですね、うん、うわ、角がパーマン切る？切らない。来たか。来てない。チーマンが来てない。3色ある。現物チーマン、現物だけどね、スーチーマンのくっつき、はい、ドラか3色か。ただローマンがここに3枚ある。ペンチーマンのテンパイですが、これは気に入らない。まあ取ってキューピーを待つ手もありますね、はい、3色変化を待つ。なんか途中で3色こだわった感じからいくと取ってやみかなと思ったんですけど、はい、ここはなんか久田さんが缶入ったからとかはあるかもしれないですね。もう上がりやすさを重視しないと大怪我しちゃうかもみたいな。
うわ、柴田さん決めに行ってますね、打点で、うん、ちょっと上がり取れてないですもんね。6チッパの準備というイーシャンテン、シャアを暗冠している親の佐々木里です。テンパらないね、佐々木さん。この形のイーシャンテン、まあ、薄いかパーピンのドラを引いてリーチに行くか。まあ、これはね、久々さんに対しても無筋だから、はい、ダマで拾える手ではないですよね。はい、ドラマタギ、ドラマタギのサブローマン、ニヤマリーチピンフタンヤオドライチ。近藤さんは役なしのチーピン、中膨れ短期、山には一応1枚。中膨れ短期1枚。うわ、テンパ高カンスーマン。ドラ表含みで。さあ、続々とテンパイ。カンスーマンがないか、山なしです順から。はい、佐々木久とイーシャンテン、シャアを暗冠しています。9ピンノータイム。ただ近藤さんはあ、これ補充だ。さすがに無理でしょ。これは3番になるか。ドラですもん。つもり3暗行、打点のあるテンパイ。ただいや、リーチするかどうかだと。リーチするかどうかの瞬順ですか。いやでもここ確かにね、補充きついよね。宣言配置ライバルだし、まあ、これしかしここは3万とした。お見事な白統一落とし。はい、リーチピンフタンヤオドライチ、7700の日本馬、8300。中田もドラドラ、つもり三案子の天杯からの報酬です。いや、さすがですね、広柴田。これは追い風にさらに芯の上がりまで。やっぱこう展開がいいけど、それってずっと続くわけじゃなくて、はい、どっかで、まあ、途切れてしまうと思うんだけど、はい、いいうちにね、一回高打点の上がりを決めたのはね、めちゃくちゃ大きいし、さすがの。さあ、現グランプリマックスタイトルホルダーです。ねえ、1300ダマ点で白拾う人山ほどいますから。はい、その白神様が答えてくれましたね、うん、7700になって帰ってきた。柴田さんはね、後輩パイ、さっきの状況も久田さんの怖さはもう嫌ってほど知ってる方ですから、うん、はい、それ分かっていながらの選択してますよね、はい、ここ勝負かけて上がれたからよしというところ。そして親番でまた上がれそうなハイパイを手にしました。ただ明らかに佐々木里と今回も向かっていくハイパイです。もう3色見ない、想像の本一を見てるってことですか。伸びればというところか、まあ、自然に進めたっていうのもありますか。はい、3ピンチーピンという癖の強い切り出し。でもここは上がり優先なんだ。何も行きましたね、メンツ。1つ目、一通見て三走残して本一もあるか。さあ、広柴田を追いかける展開。いや、本一行きたいか。これはやっぱ難は先に切ったんですけど、自然にスーパーで伸びるならっていう感じですか、うん、そういったスタンバランス。中田メンツ2つ目、これも本一行きたさはありますよね。どこでまとまるか。中田さんでも親番あるから絶対に高い手が必要ってわけではない。うん、難しい。ここはマンズでメンツが完成しました。あ、もう1500よしとしましたね。はい、さあ、クイタンでしょうか。3層のポン形を決めました。1回戦もトップ、1回戦トップの広柴田が2回戦も現在46,200点、うん、2連勝に行こうとしている。まあでも久さんはね、もう2連勝 OK って感じですよね、はい、うん。リャンソーのポンも入っています。3走リャンソーと仕掛けた佐々木久人です。近藤さんはでも連続ラストは嫌ですよね。はい、さあ、タンヤを、うん、まあね、ウッパーマンシャンポンで勝負かけた結果とはいえ、なんとかラス抜けまではね、現実的なのでそこは狙いたいですけど。さあ、2回戦オーラスです。難4局、親は中田かな、ドラは何です。うわ、なんかチラッと見えたよ。うん、縦だ、チャンスの縦だ予感が。三安校もしくはもう一つ上、もう一つ上はね、大変ですよ。大変ですね飛び出せば大変。まだ2回戦とはいえ、はい、一
1万6000オールあるか。ドラ。柴田さんもドラ、久里さんも、あ、これ中田さん以外の3人がドラを1枚ずつ持っているから、うん、これは中田さん時間ありそうですね。そうですね、手を作る時間ができました。誰か重ならない限り。どういう形でフィニッシュするかです。ん、こちらもざわつく。あんこ2つ。久里さんが単葉変化だったりした時に左になるかもしれないですけど、先に重ねられちゃいましたね。中田はこれで三つ森三暗光の、いやでも馬先切ったから形決めましたね。はい、あ、そうですね、三暗光以外いらんみたいな。ねえ、2万1300点持ちのオーラスの親番ってことを考えると、うん、はい、顔面できても嬉しいんですけどね、普通は。いや、いらんよと、うん、残していればというところ。いや、難しい。いやか、ね、こういうパターンなんです。今パーピンが2枚切れになったけど、はい、こういう時のために一旦馬を置いといて、はい、っていうのはね、あったわけですね。あったわけです。ただ中田の選択はいらないというところでした。まあ、いらないというか、チュンの重なりの方がより大事っていう、はい、残したチュンですね、の方がっていうことですよね。まあ、確かにね、縦の停止といって、はい、チュンの重なりは嬉しいのは間違いないですから。うわー、そんな意地悪なね。それは意地悪ですよね、はい、そう、悲しい。5は縦のために置く牌じゃないですよね、はい、だいたい横で使うやつですよね。縦のために重なりで5を見る、難しかったでしょうか。イーシャンテンはこの形です。いやこれはちょっと中田さん脳天の流局とかまで見えちゃうし、はい、柴田さんが大チャンスか。でも何はないけど初がありますね。引いたかと思った。中田さんパーピンないとなるとちょっと手配変化ないと厳しいですね。まあなんかチーピンとかローピンとか持ってきてくんないと、はい、まあチュンでもいいか、チュンでウーピン切りとかが丸い感じですか。久里さんはもう順目進みすぎて何役なしじゃ切ることなさそうですもんね。はい、数ピン引いて手配変化があるか。一気にテンパイ見えてきましたね。ただ9ピンは4枚切れなんで、はい、4枚切れかつ振り点の形。ウーマンは3枚場に出ています。切っときますか。9万の方、うん、何短期を目指すか。サブロー9万振り点だったってのも気にするわ、うん、はい、まあでもね、3枚引いたら高め3色とはいえ、ね、さあ捨て牌は今3段目に差し掛かっています。13巡目。まあでもやっぱりひさっさメインは何短期なんでしょうね。無理せず、はい、でやっぱりこの半チャンしっかり浮きをキープするっていうのが全局のクイタンの1000点300-500とのこうつながりっていうところでしょうね、はいはい、さあ中田リーチに行きました。いやでもこれ柴田さんより先に、ね、リーチ行けたのは大きい。テンパイ取れたのは大きい、はい、親が先制リーチを打てた。パワー1なしの E マン2枚です。 E マン2枚、あ、ごめんなさい、 E マン1枚ですね。近藤が1枚持っていました。 1枚でもいればいいのよ。ただまあまあ別に連チャンできれば最低限の、うん、上がるというよりはことによって、少なくとも久里さんが何期っていうの上がりはかなり阻止できそうですもんね、はい、合わせます。さあ広柴田が初、まだ流れてないんじゃない、うん、はい、初がまだあるぞ、初があるぞ。広柴田はチャンス、中田は初は掴みたくない。確かに柴田さんこれピンズ掴んだ時にどこまで行くかだけど、さあ何発バックの転売、何短期役なし、何短期役なし。中田連チャンできるのか。発がまだある。すごい切りやすい。発
いてしまいました。中田のつもすじん初初ドラドラは3900。順位は変わんなかったですか？そのまま中田さん3着で耐えましたかね。そうですね、着落ちはして500点差でしてない。変わりましたか？しましたね。500点差で、はい、リーチ棒が出てるんですね。ということで2回戦が終了しました。トップから2連勝となりました広柴田。そして2着浮いています佐々木久人、3着近藤久春、そして4着中田香奈の並びで2回戦が終了しています。続いて3回戦です。